逆転裁判2続きをやっていきます。ではついにね、最終局面な感じがしてくる。大トロがまあ証言台被告席というかに立ちまして、判決をついになんだけど、伊藤の子刑事がな、その犯人につながるその殺し屋の遺留品を持ってくるのが間に合うと思うんだけど、まあダメですかね。ということで続きをやっていきます。やれやれ、やっと判決ですか。正直なところ、あなたが潔白だとは考えられません。一人の女性を自殺にまで追い込みました。それって罪には問えないのか。別に自殺まで追い込んだかもしれないけど、何も考えてねえのお前、マジで。なんだその顔、なんだその前髪、マジで中二病だぞお前それ。もう症状、中二病の初期症状だよそれ。しかし少なくとも殺人の罪に関しては無実だったようですね。あーでもこれ無実っていうことになれば迷いちゃんの命は救えるが、でもなんかなるほどとしては有罪に したいよな。マサル子としても有罪にしてやりしたいな。ダメかな。はなんだ、変身するか。うわ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 、その傷どこでつけたんだよその傷は。どうせ猫に かかれたんだろう。猫に、そういえば猫飼ってるもんねこいつお前猫に可愛がられて、お前猫にあれだろ、猫と仲悪いだろ。週にお前気に入られてねえぞ多分。その書き傷はもう殺意のある書き傷だもんね。猫にも愛されないのかお前は。本当に何が殿様ヘイター。あでも殿様ヘイのことはちょっと違う、殿様ヘイはのことは今いいか。やっと上がったよこのボンクラどもが。被告人、いいで弁護士だったぜ。ここまで暴かれちゃう、春風のように爽やかなんてお笑い草だもんな。とにかくさ、早いとこ無罪判決をいただこうか。なあ弁護士さん、言う嫌なやつ。お前それ没収です。法廷にアルコールを持ち込んではいけません。そういう規則です。わからんけどそういう規則を、もうそうです、そうです。迷いちゃんの命を取るか正義を取るか。いやーでもね、迷いちゃんの命を取るか正義を取るかって、こんな究極の感じ ではあるが、ただね迷いちゃん怒ると思うよここで無罪判決を取ったら。絶対怒って口聞いてくんないよ。味噌ラーメンだよっつってもいらないそんなら、なるだけって言われるよ、絶対言われる。あ迷いちゃん、大トロのことを必ず有罪にしてやってよね。うん、もう有罪にしよう。でもそんなことをしたら君は死ぬんだぞ。あ心で喋ってる、なるほど。がついに心で、あの妄想迷いちゃんを召喚させて心で自分で喋ってる、頭の中で。だからといって大トロを無罪にしてしまったら彼女が殺人者として裁かれてしまう。そうだよね、それの方がよっぽど重罪だよ。なるほど、やっぱりだってさ、人を殺してない人が殺人者としてさ裁かれちゃうなんて、そんな理不尽ダメだよやっぱ。有罪か無罪か、どっちを選んでも誰かの人生が変わる。うわー赤くなったな今、やだな。僕の選択によって。では弁護人、あなたの最終的な結論を聞かせてもらいましょう。えなんで、え判決ってちょっと待って判決裁判長がするんじゃないの。なんでこっちに委ねたん。ねえ嘘だろ。え裁判長が言うんじゃないの。はどういうこと。殺し屋に殺人を依頼したのが神谷キリオならば、あなたの依頼人大トロ慎吾は無罪なのです。でも絶対こいつじゃん、もう絶対こいつなんじゃん。ま聞くまでもないけどな。だってこの俺弁護士なんだからさ。
あ、この俺の弁護士なんだからさ。なるほど。ダメだ、考えるしかない。もう証拠は当てにならない。心の声に従うんだ。僕の依頼人は大トロ信号は。マジ？え、これなんで、ちょっと待ってなんでこれをさ弁護士が判断すんの。あ、まあここで、そっかここでもう一回審議をするかしないかってことか。でもね、こんなこと言っちゃいけないけど、こんなこと言っちゃ本当にダメだよ。今から言うことは、一回耳には入るかもしれないけど、何にも言ってないことにして、何言ってるか分かんないけど、何も言ってないことにしてほしいけど、一応これはさ、逆転裁判2というゲームである。つまりやっぱり迷いちゃんは大丈夫だと思うんだ。となるとやっぱりね、こいつをね無罪にするしたくないんだよ。やっぱ有罪にしたいんだよ。その意見に皆さんも賛同してくれると信じて、有罪にします。泣きませんよ、今回のこの選択は。別に泣くとこじゃないから泣きませんよ。皆さん期待しないでくださいね。マサルコ泣き虫だからここでも泣くんかって期待してるかもしれないけど、泣かないですからね。有罪します。お、なんだあいつを。どうして答えないのですか。なるほど君。違うじゃん、答えたじゃんね。答えたじゃん。もうマジで大トロをあーってくそーってもう落とし入れたい。あいつをマジで有罪にしたい。もうその決意固まった。答えてます、そう答えてます。すごい時間かけて今すごい言ってます。大トロ信号はあなたの依頼人なのですぞ。え、ダメってこと。もう一回今答えたよね。ごめん、迷いちゃん。きっと迷いちゃんは大丈夫。きっと大丈夫、信じてる。だって絶対に有罪にしてやってよねって言われたから、迷いちゃんとの約束だから。それは大トロ信号は。お、なんでカルマ目来た。あ、大丈夫撃たれたんでしょ。すごい登場の仕方、なんか救世主現るみたいな。お前が一番かっこいい位置に行くなよ。ちょっとカルマメイ、ちょっと安静にしてなきゃダメじゃない。あ、そうか、あれか、遺留品届けに来てくれたんじゃないの。これで分かったでしょ。なるほど龍一、あのヒゲから目を離してはいけないと。持ってきたのか、最後の証拠品を。知ってるはずよ、ミツルギレージ。何？カルマはすべて完璧をもって良しとする。安心しなさい、ヒゲの怪我は軽い。ヒゲって言うな、糸の子刑事って言いなさいよ。一生懸命やってくれたんだよ今回。何？遺留品はこいつに包んで持ってきたわ。あ、それ糸の子さんのそのコート、大事な。随分とまあ薄汚いコートですね。そう、裁判長、そうやってディスんないの。糸の子刑事のこの汗水が染み込んだやつだからちょっと確かに汚ねえな。糸の子さんのだな、あの複雑な色合いは。見苦しい点はお詫びするわ。他に包むものがなかったから。何を持ってきたんだ。あの中はなんだ。あの薄汚いコートの中身のため。薄汚いってなるほども言うな。僕は今まで持ちこたえてきたんだ。やっぱりな、やっぱり来た。これはやっぱり自分の信じてきた道で正解だった気がする。きっとあのコートが決定的な手がかりをくれる。何が入ってんだ。
裁判長、そのだから薄汚いって言わないでいいから。コートの中には弁護側の最後の証拠品が入っているのです。最後の証拠品ですと？なんだ、何があるんだ。でも多分殺し屋の持ち物ってことだよね。そこの殺し屋がいた場所に残されてたものなんだから、この審理はすでに判決を残すのみとなっています。今さらどんな証拠が提出されようと、それを覆すことは不可能と考えます。なんだって。じゃあ無罪になっちゃうってこと？証拠を最後の一つまで調べるのは我々の義務だ。カルマ検事より証拠品の提出を要請する。ふむ、裁判長急に堅物すぎん？今まですげえ意見に左右されてたら来たのに急に裁判長するじゃん。予定あんのか、この後孫と遊ぶ予定か。仕方ありませんな、検事。提示を許可しましょう。あ、それでそう来なくっちゃね、裁判長。しかし、当然のことながら、新しい事実が浮かび上がらない限り、証拠は受理しません。はあ。では、カルマ検事、お願いします。何？これらの証拠品は、殺し屋が逃走の際残していったものよ。遺留品というわけですか。そういうこと。やつは3つの証拠を残しているわ。すげえ残したじゃん、殺し屋。おっちょこちょいか。3つも？なんで持ってかんかったんそれ。これから提示される証拠品の中に、この絶望的な状況を一気に打開する奇跡がきっと隠されているはずだ。それが私たちの最後の希望よ。ほう。遺留品の一つ目はピストルね。ほうほうほう。殺し屋のピストルか。事件に関係あるのか？詳しい情報を求める。情報は必要ない。いや、求めようか。はい。そのピストル、何か今回の事件に関係が？弾道のテストをしていないから何とも言えないけど、これでカルマを撃たれたのかな、もしかして。カルマメイが。ああ、そうだ。関係はあると思うわ。少なくとも私には。君を襲撃したピストルというわけか。おそらくね。肩から摘出された弾丸なら、記念に取ってあるから。いいサンプルになるわ、きっと。ほうほう。カルマメイを襲撃したピストルか。何かの手がかりになるかもしれないな。ほうほう。殺し屋がカルマの襲撃に使用したと思われる口径のピストル。二つ目の遺留品よ。これはビデオテープね。で、待って、一つ目のピストルはさ、でも今回のその大トロを有罪にすることに関しては関係ないよね。これ多分3つのうち正解1つってことでしょ？多分関係ないよね、ピストルは。あ、ビデオテープ。これは関係ありそうだけど、どうだい？おそらく大トロの屋敷から持ち出されたものだろう。詳しい情報求める。情報は必要ない。いや、情報求めます。そのテープ、内容は確認しましたか？残念ながらそんな時間はなかったわ。あー、中確認してないか。ただこのテープ大切なものみたいね。どうしてですか？その心は？取り戻しに来たから、現場に。あ、戻ってきたんだ、これを探しに。殺し屋が殺し屋が、そう、このテープを奪い返そうとして、その場にいた警官3名が負傷したわ。うわー、そうかそうか。警官3名大丈夫かな、その人たちは。ふむ、
彼らなんとか守り抜いたみたいだけど。とんでもない男よ、殺し屋サザエモンは。ほうほう、ビデオテープか。遺留品の一つ、殺し屋が趣旨しようとして失敗、内容は不明。んー、これはでも見る価値はあるけど、見てないっていうのがどう転ぶのかな。ここで見ましょうみたいな、なんか視聴覚室に皆さん移動してくださいみたいな、ないよね。次が最後よ。これはボーイの制服ね。はあ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 。あれはホテルバンドで見た制服か。求めましょう、情報はね。それは犯行に使われたんですか？ほぼ間違いなく。ポケットには黒い革の手袋も入っていたわ。間違いない。あの夜、あいつが着ていた制服だ。それに一つ、面白いことがあるの。なんだろうか？この制服、ボタンが一つ取れてるわ。はあ。ボタン？これもしかしてボタンって、これと同じだったりは違うか。そういうことで、ボタンが取れている。それどういうことだな。ボタンがかなり特殊なボタンよ。落ちているところを探せば面白い手がかりになりそうね。ふむ。ああ、ボーイの制服か。犯行等や殺し屋が着用、変わった形のボタンが一つ紛失。だこれが現場にもしかしたら落ちてたとしたらってことだよね。遺留品の提示は以上で終わりよ。こんな重要な3点置いてく？ねえ、ピストルとさ、犯行時に使われた制服とあとビデオテープ、ちょっとさ、ドジすぎん、殺し屋。ふむ、やはり思った通りでしたな。どういうこと？どういうこと？殺し屋サザエモンがアジトに残した遺留品、確かに普通ならば重要な手がかりになるでしょう。え、重要じゃないのか。まあピストルに関しては重要じゃないか。だって現に不死身の功は別にピストルで撃たれて殺されたわけでも何でもないもんね。だけどあと2つは。しかし我々にとって問題なのは犯人が誰かではありません。そうなんだよね。大トロ信号が有罪か無罪か、罪に問われるのかそうではないのかが重要問題なんだよね今ね。依頼人が誰か。そうか、その通り。それを言いたかった、それを言いたかったんだよ今。これから3つの遺留品はその事実を物語るものではない。ご苦労様、カルマケンジ。下がって結構です。待っただよね、それは。待ってください、ちょっと。ちょ、待てよ、マジで。これらの、今ちょっとね、ごめんなさい。今ちょっと中途半端にキムタクの真似をしようとしたんだけども、全然似てない上に、もう一回やり直そうかなって思ったんだけど、今ちょっと、やっぱこれやり直さないで進めた方がいいなって思った間を開けてしまってごめんなさい。以上でした。これからの遺留、証拠品に関して尋問をさせてください。却下します。なんでまたあれだよ、裁判長急に固くなになった。固くな裁判長、予定があります。僕わし固くなにもう帰りますみたいな。本法廷はすでに判決に重要な証拠は揃っています。めでたしめでたしってやつだな先生。あ、ムカつくムカつく、こいつマジでダメなのか。なるほどくん、やっぱり怒らないから奇跡なんでしょうか。わ、なんていうそんな心もとないことを言うんですか。なるほど、いやあるよ、奇跡を起こすものなんだよ奇跡っつうのは。よ、待ってたって奇跡なんか起こんねえんだよ。なるほど、奇跡起こすもんだよ。それは違うわ。起こすからこそ奇跡。ほら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 、チーロと一緒のこと言ってるよマゼル子が言う。おい、今世のみんな今これすごくない？このチーロさんと同じことを
このバカみてえなこと言ってるマサル子が同じことを考えてたっていうことは、千尋さんみたいなもんだ、マサル子は。じゃあもうマサル子じゃなくて千尋でやっていくわ。いや、それはないわ。それはない。ごめんなさい。それはない。マサル子でやっていく、やっぱりね。ここまで来て諦めてはダメ。でも、どう考えたってもう。考えてみて。この状況を切り抜けるには2つの方法が残されているわ。本当？2つも？うん、本当だね。1つじゃなくて2つも残されてんの。やった。1つ目。ほう、なんだい？大トロが心の底から有罪判決を望むこと。それはありえないな。さすがに。それはありえない。じゃあ一つはもう消えたな。え？殺し屋は依頼人の希望を最優先するわ。大トロが有罪を望めば人質を解放するでしょう。ああ、まあそういうことか。ただそんなこと絶対にありえないよ。あんな格好をしたあんな状況の大トロ信号がよ。すいませんでしたって言わないよ、絶対。そりゃそうですけど、もう一個はもう一個。そんなことありえないじゃないですか。二つ目。ああ、そうよねっていうのもなく、二つ目。そっちだな、じゃあ、可能性は。この二つ目の方にかかってんな。何？殺し屋が一方的に大トロとの契約を終了すること。殺し屋が大トロを依頼人と考えるのをやめれば、彼は迷いを解放するわ。そうか、そこを解除することによって自分の依頼人がその有罪になったっていう事実はなくなるわけだ。あー、でもそれはどうやったらできるんだ、そんなこと。千尋さん、そんなのもっとありえない。依頼人に対する仁義を何よりも大切にする男なんですよ。確かに2つとも一見ありえない状況よ。だからこそ奇跡なんだから。それにあの裁判長はもう証拠品を必要としていません。今さら証拠品なんか受け取ってくれませんよ。なるほどくん。だから今ある証拠品の中でってやれってことか。いつもそうだったでしょ。発想を逆転させるの。発想逆転ね。今になってこの言葉が逆転ですか。裁判長は証拠品を必要としていない。必要としていない。証拠品じゃない人物ってこと？それならば証拠品を必要としているのは誰？あー、待って。そうか。はい。ああ、はいはい。わかった。だから裁判長、今この状況下で、この法廷、この裁判長には別に証拠品は必要ないわけだ。ただ、大トロと殺し屋の契約を解消させるために、これらの証拠品を殺し屋に突きつけるんじゃないの？お前がやったんだろっていうことを、だから大トロに依頼されてやったんだろってことを殺し屋に、だから大トロに突きつけてもしょうがないから殺し屋に突きつけんだ、あのトランシーバー越しにってこと？そうじゃない？証拠品を必要としている人物。弁護士、検事、裁判長、彼らはすべての証拠を見ている。そうだよね、やっぱり見ているけど、やっぱ殺し屋だけは心の場にいないわけじゃん。なんかトランシーバーでさ、一回証言台に渡ったけど、だからやっぱそういうことじゃない？だから真実を知ることができるのよ。でもそうでない人たちだっているわ。彼らは真実を知らない。彼ら？その真実が最後の奇跡を起こすかもしれない。木槌を叩いたな。今度こそ意義はないようですね。ある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 。では大トロ信号に判決を言い渡します。慎んで伺いましょうが。よし、意義あります。意義ありまくりです。言ったはずです。なるほど君、本法廷はもう証拠品は必要ないと。
いいんです。あなたに提出するんじゃないんです、証拠品を。いいんです、いいんです。証拠を必要としているのは僕たちだけではない。ん？その人物に証拠を提示したいと。うん。これ見てみろ。お前、これお前どういうことだって提示したいんだ。殺し屋にでしょ。絶対ここにこの場にいない、状況が分かっていない、そんな殺し屋しかいないもん。そうです。お願いします。なるほど、君、そこまで言うのならば。あ、急にもう諦めた。裁判長多分早くもう帰れないことで諦めた。さっきでもうちょっと5分ぐらい前だとしたら、いやもう、なるほど君、もうこの法廷は終わったのですよみたいなこと言いそうだもん。そこまで言うのならば許してくれた。一回だけ許可しましょう。一回だけ？一回だけ？なんで？あなたが正しいと思う人物にその証拠を提示してください。そうきますか。ちょっと待って、これさ、もしかしたらちょっと不安になってきたな。多分殺し屋であってると思うんだけど、ちょっと一回セーブしてもいい？ちょっと一回セーブします。はい、セーブしました。え、な、あれ提示するんじゃないの？不可能だ。たった一回でこの状況を逆転するなど。一度だけです。あ、そこは固くなね。わかったわかった。そこは固くなに一度だけ。思い出すんだ、僕が辿ってきたすべての物語を。そして考えろ、迷いちゃんを助けて同時に大トロを倒す方法を。つまりは殺し屋だね、もうね。それでは弁護人、まず伺いましょう。1回って言ったのになんでまずっていうの？それだと2回目もあんのかなって思っちゃうじゃん、裁判長。どなたに証拠品を突きつけるつもりですか？それはさ、こっちではないね。殺し屋左左衛門だね。いけ。ただ何を突きつけるかか。わかりました。それでは続けて提示していただきましょう。その人物に突きつけるべき証拠品を。これは今提示された3つのどれかだよね。で、多分ピストルはないと思うんだ。これはこの事件には関係ないから。で、ビデオテープ、殺し屋着用、ボタンが1つ紛失、これかこれなんだが、どっちだろうな。ただビデオテープも大事にしてこれを取りに来たわけでしょ。これを取りに来たってことはもうこっちにかけるかな。だってさ、なんし、これをボーイに突きつけたところでじゃん。別にボタンが1個取れてたねで終わるじゃん。だからやっぱこれしかないよね。こっちダメだと思うんだよな。今もうこの段階で逆転するためにはもうこれの内容は不明だけど、これにかけるしかないと思うんだ。もう一回セーブもしたし、いけ、これでいきます。音楽止まれ。止まった、止まった。どう、いかがですか、三剣賢治。M、 見せてみる価値はある、そう判断する。このビ、そうか、どうやって見せるんだ。でも係官、先ほどの無線機を。よし、なんとかつながった。無線機で、でも見せれないじゃん。つながってんのこれ。迷いちゃんは無事なんだろうな。それより早く決着をつけようではありませんか。お話では証拠を一つ見ればいいということでしたか。その通り。ここにビデオテープがあります。あなたのアジトで発見した。焦るか。あ、まだ焦らない。あれ、これを取り戻そうとして3人の警官に怪我をさせたとか。彼らには申し訳ないことを。依頼人から頼まれていたのでございます。依頼人から頼まれた。
その依頼人は誰ですか？また彼とか家、大トロ信仰って家、もう。なんとしてもそのテープを守り抜いてほしいと、はあ、誰から言われたんですか？やっぱりそうだったのか。残念ながらミスをしてしまいましたが、あ、そうか、ちょっとは見えてきた。これであの大トロ依頼人は大トロ信仰なわけじゃん、本当のね依頼人は。でもここでは神谷キリオってことになって今終わりそうになってるじゃない。あの大トロ信号が無罪に なりかけてるところで、でここでこのミスをしたことによって大トロ信号が何お前無視あのミスしてんだよってなって契約を解除する可能性があるんじゃない。テープの中身をあなたは知っていますか？依頼人から再生するなと固く言われてましたから。その依頼人は？全く存じません。はあ、こいつにはあなたの姿が録画されて記録されています。私が？そうね、確か大トロ信号は信用してなくて、その殺し屋が殺すところをなんか撮ってたみたいな話だったよね。だからここで信頼関係を殺し屋側は持ってたのに、大トロ信号の方は殺し屋のことを信用してなかったっていうことで、殺し屋が契約をもう打ち切る可能性が出てきたな。そういう可能性もあるよね。あの殺人現場にはビデオカメラが仕掛けられていた。あなたの犯行は録画されていたんですよ。なんですと？本当ですか。なるほど君。一体誰がカメラなど？あらかじめ現場にカメラを仕掛けることができたのはあなたの依頼人しかいません。その依頼人はキリオではなく大トロ信号なんですがね。それをあのクマの目の中にカメラが入ってましてね、そのクマをね買ったのはね大トロ信号なんですよ、デパートでね。だからそれは神谷キリオ。黙って聞くことだ裁判長。は、依頼人は犯行の日時をあなたに指定したそうですね。はい、確かに。このビデオを撮影するためだったんですよ。知りませんでした。あー、これで仲違いせえ。お前ら仲違いせえ。もうカッチーンと来てるでしょ、今。今、おこでしょ、多分。ちょっと。は？大トロ、は？ってなってるでしょ。なるほどさん。私の依頼人はなぜそんなことをしたのですか？言ってほしい言葉で。おこがもう激おこになるよ、多分。その理由がどうしても知りたいのですが。大トロ信号が殺害現場を撮影した理由、それこそがこの究極のピンチを切り抜ける鍵だ。そう、信頼関係はなかったんだよ、そこに。殺し屋、お前はあったと言っていたが、大トロ信号の方には信頼関係など存在しなかったのだよ。あなたの依頼人が犯行を盗撮した理由はただ一つ、何？死に様を見たかった、弱みを握ろうとした、腕を信用していなかった。え、ちょっと待って、信頼関係のことは？ね、信頼関係のことがないんだけど。でもまあこの選択肢だとしたら、死に様を見たかったは絶対違うし、でよ、これね、腕を信用していなかったも違うんだよ。そんな話一切出てこないし、だとしたらもうこれなんだよね。なんかこれだよね、これだ。弱みを握ろうとした。以前あなたの依頼人はあなたについてこんなことを言っていました。あ、言ってた。そうだ、信じない。あ、でもそうだよね。俺は誰も信じない、特に殺し屋なんて人種はない。言ってた言ってた。殺し屋からゆすり屋に転職を考えるかもしれないだろう。あー、言ってた言ってた。そうか、それをネタにしたかったっていうだけのビデオテープだったのか。まあ合ってたからよしとして。そ
そこであのビデオが物を言うってわけだ。こっちが逆に奴を脅迫することだってできる。言ってた言ってた。依頼人はあなたを全く信用していなかった。そうだから一緒でしょ、信頼関係はなかったんだよ。このビデオを使ってあなたを脅迫することまで考えていた。いかがですか、殺し屋サザエモン。ここで契約打ち切るんじゃない、さすがに。もう激おこプン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 プグリーンでしょ。あ、出た、汚ねえやつ、汚ねえやつ出してる。ぐぐ。うおー、はい、壊れた。はい、ショック。殺し屋ショック。もうおこだ、おこだ。どうやら私は、最初から裏切られていたようですね。ええ、見事に。そういうやつだったんですよ。自分自身は一切の危険を犯すことなく、周りの人間を利用することしか考えていない。それがあなたの依頼人の正体だったのです。そこで一つだけ聞きたいことがある。何でしょう。証人は我々に何度もこう発言している。裏切り者を最も憎むと。そうだね、そうだね。それを知って殺し屋はどうするんだい。その通りです。おこです。ではもしあなたの依頼人が裏切り者だとしたら、どうするつもりか。もちろん、契約はその場で打ち切らせていただきます。シェーキタイ。そしてその依頼人こそが私の次のターゲットになるでしょう。来た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 。殺し屋の名にかけてこの命に変えても、追い詰めてご覧に入れましょう。はい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 。なんだい。なるほど、その一言が聞きたかった。そうすることによって大トロ信号はどうなるんだい。彼今どんな気持ち。ねえ、お前どんな気持ち。裏切り者が次のターゲットに。そうか、これがただ一つの逆転へ通じる道だったんだ。なるほど、王様。そうだね、だからもう迷いちゃん無罪を勝ち取らなくてもよくなったわけだから迷いちゃんは大丈夫だ。ん？ただいまをもって依頼人との契約を終了します。新しい仕事ができましたのでね、あなたのお荷物は責任を持ってお返しします。何よ荷物って。迷いちゃんよかった、迷いちゃん、迷いちゃんの声が聞けてよかった。なんか仲良くやってんじゃん、殺し屋と迷いちゃん。どうやら助かったみたいだな。よかった。で、で判決を言い渡す前にどうなんだ。どうやら審理は一つの結論に達したようですが、しかしその実は私には何がなんだか。もう疲れちゃったんでしょ、もうおじいちゃんだから。ちょっと長丁場で。結局その依頼人は、カルマケンジ一体どこから、どこにいんの、どこにいんの。ムチムチ誰が、水着持ってんの。彼女はいつもあなたを狙っている。怖え怖え、それはそれで。さあ今度こそ判決をいただこうか。はいはいはい。バカみてえな顔して。本当に。大トロさん、どうやらあなたのお望み通りになりましたね。あなたはついに無罪判決を受けるわけです。しかし、一つだけ言っておく。近い将来、腕利きの殺し屋が被告の前に現れるだろう。怖いね。その男の仕事は素早く、
そして確かだ。その様子はこのビデオを見ればよくわかるだろう。助けないよ。助けないかな、お前なんか。マジで助けないから。助けて。では裁判長、判決をお願いしよう。よろしいですかな、弁護人。すでに勝負はついたわ。無罪にせよ、有罪にせよ、彼に逃げ道はない。だから、結局直接殺してるわけじゃないから、依頼はしてるけど、これは無罪になるっていうことなのかな。一応殺し屋が殺してるから、これどうなるんだろう。さあ、好きに料理してあげなさい。わかりました。無罪を要求、有罪を要求。こんなもんどっちかなんて決まってるじゃない。あ、有罪だよ。大トロ信号。確かに僕は弁護士だ。だけど、殺人の罪をゼロにすることは僕にはできない。有罪を主張した方がいいと思うよ。この俺が有罪？もし無罪判決を受けて留置所を出てしまったら、君の命はいきなり究極の危険にさらされる。そうだね、確かに留置所で守ってもらってた方が絶対いいよ。いずれにせよ、君はもう絶対に逃げられない。どっちとんの？どっちすんの？うわあ、自分でカキムシっている。怖い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 。一番ホラーじゃん。すげえホラーじゃん。最後に怖っ。きっしょ。今度こそ私たちは真実にたどり着いたようですね。あなた以外はね、裁判長。まだ分かってないんでしょ、裁判長。何が何だか。大丈夫？何が何だか分からない人が判決下していいの？ねえ、ミツルギ検事、大トロ信号は。もうミツルギに聞いてんじゃん。判決どっちにしていいか。連行はカルマ検事に任せてある。今頃無知のフルコースを食らってることだろう。結構です。危ないところでしたね、証人。ええ。私も自分の罪は償うつもりです。今度の事件で初めて証言台に立たされたとき、私本当に心細かったんです。そういえば、あの時の三剣、容赦なかったからな。そこの証人はある種病気と言っていい。証人が死を選ぼうと私の知ったことではない。あ、言ってたね。でも、あのあと留置所で一人きりになって、私初めて自分と向き合うことができました。ふんふん。そして今日、お二人の力で大トロが有罪になったとき、私、やっと救われたんです。あ、初めての笑顔。いや、笑えるじゃん。キリオ、これから笑って生きていこうよ。いやー、なんか、キリオが一番心配だもんね、この後どうなるか。初めて見たぞ、彼女の笑顔。うん、ほんとほんと。かわいいじゃん、キリオ。あなたたちが事件を担当してくださって、本当によかった。私、初めて私自身になれたような気がします。皆さん、どうもありがとうございました。よかったね、キリオ。これからはなんかこう、人にあんまり依存しすぎない程度にな、自分の道を行け。ついに全てに決着がついたようですな。私自身はちょっと混乱しているところもあるのですが。まだ混乱してるの？なのに判決出すの？まあいいか。まあ皆さん晴れ晴れとしてらっしゃるから。皆さんが晴れ晴れとしてらっしゃるから、まあ おしまいにしますか、この辺でお開きということでみたいな。これでよしとしておきましょう。では今度こそ本日はこれにて閉廷します。あ、
判決動向っていうのはないのか。ここでは下せないもんね。そうかそうか。同日午後5時14分地方裁判所被告人第三控室。すごい長い時間やってたな。ないやこれ始まった裁判始まったの9時ぐらいじゃなかった ?10、11、12、1、2、3、4、5。いや休憩もあったとしても7時間7時間ぐらいはやってたってこと。やっぱりあなたは最高ね。なるほどくん、これで良かったんですよね。依頼人がいない休憩室は初めてね。あなたが手にしたのは確かに無罪判決ではないわ。でもあなたにも分かったでしょう。弁護士にとって無罪判決より大きなものがあることを。はい。なるほどくん、思い出してみて。カルマ検事が証拠品を届けてくれる前にあなたが一度大きな決断をしたことを。そうだね。迷いちゃんを助けるために無罪にするしなきゃいけなかったけども、それをせずに有罪を勝ち取る方を選んだもんね。弁護士として、人間としてだな。では弁護人、あなたの最終的だけ。また聞くの？またこっちに委ねんの？裁判長って何のためにいんの？じゃあもう証拠は当てにならない。心の声に従うんだ。迷いちゃんの命を取る。あ、こっちが、違う違う、これ振り返ってんのか。あ、ごめんなさい、振り返ってんのね。そうだよ、でも終わったもんね。僕の依頼人大トロ信号はのところね。はいはいはい。有罪か無罪か、あの時の選択、その答えこそがあなたにとっての弁護士を象徴していたのよ。ああ、みつるぎ。なるほど。みつるぎ、いいニュースだ。迷いくんが先ほど無事警察に保護された。本当ですか？ハミちゃん、本当なのでしょうね、みつるぎ検事さん。間違いない。ただいま、ショーの車でこちらに向かっている。きゃー、迷い様が、迷い様が。やりましたね、やったんですね、さすがなるおとくん。なんて重いパンチだ。ハミちゃんもありがとうな。大変だったろう、長い時間ずっと千尋さん召喚させて。私信じていました。なるほどくんなら、なるほどくんなら。わあ、ありがとう。あ、どうしたの？カルマ検事さん。あ、大丈夫？撃たれたとこ。さっきはどうもありがとうな。いてえよ。なぜ笑っている、なるほど龍一。あなたは負けたのよ。今まで無敗だった経歴がゼロになった。なのになぜそんなに嬉しそうなの？君にはわからないだろうな、カルマ検事。なんですって？無理もない。1年前までは私もそうだったのだから。みつるぎ、自らの勝利のために、有罪判決のために。そうだね。私はあらゆる手段を使い、そして勝利し続けた。しかしそんな私の前に一人の男が立ちふさがった。私はいつものように戦い、そして初めて敗北した。そうだよね、すべてを失ったような気分だった。その後どこ行ってたの？あ、私はある事件で被告席に立つことになった。あの時か、最後のワンの時。そしてその敵に救われてしまった。自分が許せなかった。だから私は検事局を去った。みつるぎ
あ、賢治ミツルギレイジは死を選ぶとメモを残して。ふん、当然ね。勝利を絶たれた賢治など死んで当然だが、そうではなかった。賢治局を離れて私はようやく気づいた。あの敗北の瞬間こそが全ての始まりだったのだと。何よバカな。我々はあらゆる手段を使って被告を攻撃する。しかしその度に、言ってきたね。どんな絶望的な状況でも決して諦めることなく食らいついてくる男がいた。悪夢のような信念を持って。そして私はいつしかその男を信頼し始めていたのだ。なんですって？敵を信頼？誰かがどんなに汚い手を使っても真実は必ず顔を出す。我々にできるのは全存在をかけて戦うことだけだ。やがて謎は一つずつ姿を消して、最後に我々はたどり着く。必ず一つしかない真相に。真相？そう、検事と弁護士はそのために存在しているのだ。なるほど、もちろん君はそれを知っていた、だから姿を消した。だから姿を消した私を許せなかったのだろう。自分の勝利のみにしか目に入らずに姿を消したこの私を。そうだったのですか。なるほどくん。裏切られた。お前の失踪を知ったとき、そう感じた。僕が弁護士になる決心をしたのは、ずっと昔、お前が語った言葉を信じていたからなのに。そうね。もう、蜜剣は小学校の時から蜜剣だったんだよね。ちなみに、ワンを見てない方にお知らせしますが、なるほどと蜜剣は、幼なじみでございます。というか、転校生でどっちが来たのかな。でも、すぐに、蜜剣が来て、蜜剣がすぐに転校してっちゃったんだと思ったよ、確か。そんなんでした。その言葉をお前自身が裏切った。だから、1年前、僕は心に決めた。僕の知っていたミツルギレイジはもう死んだんだ。そう思おうって。くだらない。カルマケンジさん。敗者の逃げ工場など聞きたくないわ。カルマは完璧である宿命を背負っているのよ。ミツルギレイジ、見損なったわ。貴様はもうカルマの人間ではない。そしてこの私も、もう全ては終わったのよ。逃げてったぞ。あいつカルマのやつ何か投げつけていったぞ。無知じゃないか。これは電波受信機だ。糸の子刑事にセットしてあったやつか。あとで私の方から書の方に返しておこう。そしてもう一つは。なんで？ムチ。何よりも大切にしていた三度の飯よりムチが好きだったカルマメイのムチ？カルマケンジさんのムチではないですか。もう法廷に立つことはない。そういうことなんだろうな。なんで？襲撃されたから。これは君が受け取るべきだな。なるほど。いらない。別に無知。どうすんのそれもらって。僕どうしたらいいのそれ。そうするよじゃなくてよ。なんだろう。じゃあ、なるほど法律事務所に飾る？これは絶対に愛しい人。迷いちゃん。かわいい。迷
ちゃん。迷い様、迷い様。あ、わあ、いいいい、マジこれいい。わあ、これはいい。これもすごいでっかくして家のカーテンにしたい。ねえ、今のやつ家のカーテンにしたい。全部の窓あれにしたい。いや、さすがなるほどくんだよね。約束通りあいつを有罪にして、その上このあたしまで助けてくれちゃってさ。なんであんな無茶な約束をさせたんだよ。もう少しで死んじゃうところだったんだぞ。いいのいいの、その時はほらハミちゃんに乗り移ってハゲて出ればん、あ、化けて出れば済む話でしょ。そんな簡単な話だったのか。まあ現に千尋さんはそうやって出てきてくれてるけどね。でも違うんだよ、実体化が欲しい。こうギュッて抱きしめたりするそのぬくもりが欲しい。どうもありがとう、なるほどくん。うん、チューしろチュー。迷いくん。あ、みつるぎけんじ。そのおめでとう。ん？あ、さすが三剣剣士、ちょっと進歩しましたね。うむ、まあ1年前の私とはちょっと違うかもしれない。へえ。あー、味噌ラーメン食いに行こう。ねえ、まゆちゃん味噌ラーメン食いに行こう。よし、じゃあみんなで行こうか。行こう行こう、味噌ラーメン食いに行こうぜ。北海道まで行こうぜ、もうこうなったら。どこに？決まってるでしょ、ご飯だよ、ご飯。私もなるほどくんがフライドチキンに見えるんだから。あ、それはそれでかぶりついてもいいよ、ちょっと。あ、三剣剣士さんもご一緒にどうぞ。うむ、ではお言葉にやめて。いいね、みんなで行こうぜ、味噌ラーメン食いに行こうぜ。やった、そうだな、じゃあいつものラーメン屋に。え、何言ってるの、なるほどくん。おう、だ、え、味噌ラーメン一番食いたいんじゃないの。え、今度の事件で私の舌すっかり超えちゃったからね。なんで。あ、最初にホテルの飯食ったからか。もう一度ディナーのやり直しに決まってるでしょ。そうか、あのホテル坂東でのね、あそこでね、そういうこと。ディナー、さあ食べるぞ。え、どこ行くの、じゃあみんなで。あ、ん、当日午後7時38分ホテル坂東ロビー。え、残り物。あー、ちょっと糸の子さん、糸の子刑事、頭から頭がすごいことになってる。その毛はすごい勢いですごい硬いんだろうね、その毛は。もうちょっと結構な重傷じゃない。遅いっす、待ちくたびれたっす。糸の子さん大丈夫なんですか。いや、面目ないっす。まさか電柱にぶつかるとは思わなかったっす。電柱にぶつかったんか。まあいいや、人を巻き込まなかっただけよかったわ。電柱？赤信号は関係なかったのか。やったな、なるほど。また今回も心臓に悪い嫌な感じやったで。お、みんな集合してる、いいね。殿様の最終回よりもドキドキしましたよ。あ、見に来てたんだ、法廷を。あ、あ、恐縮です。こら、ケンジ、あんたちょっといじめすぎやで、なるほどを。もっといたわってやらんと、いい加減死ぬで、今夜あたり。早い早い。む、心がけよう。わー、みつるぎもなんか仲間感出たな。いいな、いいな。じゃあみんな、並んで並んで。あ、写真撮る？プロのカメラマンが記念写真撮ったるで。夏美さん、新しいカメラ買ったんだ。そうかそうか。ま、まあ、とにかく仕事、あ、事件は終わったっす。さあ、今夜はバンバン食べるっす。食べるっす。いいね。それにしてもお手柄でしたね、刑事さん。え、そうっすか。そうだな。貴様が持ち出した3つの遺留品がなければ
おそらくこういう結果にはならなかっただろう。いい顔したな、三つるぎ今も。すごいいい顔したな。いや、まあ、あ、なんだその。あれ？どうした？おかしいっすね。自分が現場から持ち出した遺留品は、全部で4つあったはずっす。え？なんでそんな、なんでそんなこと言うの今。え？4つですか？確かコートのポケットに入れておいたっすが。あ、コートは包んでるもの、包んでいたものとばっかり。何が入ってたの？4つ目の遺留品か。まあまあ、ええやんか。もう事件は終わったんや。いや、気になるよ。そんなことより、あんたもあれやな。殺人犯にされてみたり、誘拐されてみたり。退屈しないわな、見ていて。そうですか？なんで嬉しそうなんだ？でも、まるまる2日間も閉じ込められてしまって、さぞ怖かったのでは？そうだね。やっぱりね、心細かったな。気を紛らわそうと思ってさ、絵描いてたんだよ。あ、見たい見たい。のんきなやっちゃな、お絵描きするか、普通。わあ、見たいです、迷い様の絵。あ、その絵が遺留品だったのかな、もしかして。あ、そうだ。この感じはそうだね。4つ目の遺留品は、多分この絵だ。そういえば、どこか行っちゃったな、あの絵。ちょっぴり残念です。まあ、まあいいじゃない。大したもんじゃないし。やれやれ。やっと2人に笑顔が戻ったな。あ、なんだいこの不穏な音は。呼び出し音は。む。どうした、三つ剣。こいつが動き出した。あ、カルマメイが来てるってこと？カルマメイが近づくに来てるってことじゃないのこれ。あ、それカルマケンジの電波受信機。たく、あの人のおかげでひどい目にあったっす。この自分に発信機をつけるなんて妙だな。糸のこぎり刑事、貴様はここにいるのに発信機はまるで別の場所で反応している。は、どういうこと。はあ、故障したっすかね。まあいい。さて、私はそろそろ失礼しよう。まだ仕事も残っているからな。ケンジさんまだ全然食べてないのに。迷いちゃんが食べ過ぎなんだよ。みつるもうちょっとゆっくりしたら、せっかくなんだから。今夜は楽しかった。では失礼する。あー、かっこいいじゃん、みつるぎこの顔。待ってくれ。なんだ。今回はありがとう。礼を言うよ。ふん、礼を言うのは私の方だ。なるほど。言葉だけじゃ少し足りない気がするな。何か渡しておくべきものはないかな。え、渡しておくべきもの？あ、これかな。渡しておくべきものってオカリナって。待って、渡しておかなきゃいけないもの、ピストルとかはさ、渡さなきゃいけないけど、これ渡しとく？えい。これは？ありがとう、お前たちのおかげだよ。お前と彼女の。ムチ、ムチを渡されて、もうこういらないんだよ。正直、このムチ。いらないの。だからちょっと、返しといて、さすがに。使い道もないから。礼には及ばない。私は自分の仕事をしただけだ。行っちゃいましたね、三つ剣賢治さん。ねえ、迷いたま。ん？何？これでまた惚れ直してしまいましたね。なるほどくんに。もう、やめてよ、ハミちゃん。
ところで、こんな立派なディナー、一体どなたが？決まってるじゃないですか。ごちそうさま、ナルホドくん。え？いや、何分自分はそうめんも食えない身分っすから。給料がね。とっさにあんたの名前で予約を入れちまったっす。え。いや、うちもな、ホテルの中にカメラ屋が開くったからな。買っちゃったわ、これ。30万円の高級品。最高級品。なんでホテルで買うの？ちゃんとさ、電気屋で買いなよ、こういうのは。性能あんま良くないんじゃない？ただ高いだけで。それもこっちの月じゃないよね、まさか。なんでだよ。とっさにあんたの名前で買いとったからな、サイン。よかったですね、なるほどくん。いやー、ほんとにね。何が良かったんだかよくわからなくなってきたけど、ここでやっぱり僕は叫んでおくべきなのか。そうだな、言っといた方がいいよね、それはさすがに。これは、見てくださっている皆さんも一緒に言いますか。いきますよ。はい。あれ、まだか。遠慮いらんで。いくよ。力いっぱいいっとっす。じゃあ、いくよ。いつ言うんだよ。いくよ、せーの。まだかい。私、生で聞くの初めてかもしれません。じゃあ、いくよ、せーの。はい。なんでだよ、次、3、2、1って言って。もう、こっちはいつでも行ける準備してんだけどさ、みんなその、言っていいよって言ったんだったらもうすぐ言わせてよ。私も久しぶりだな、誘拐されてたから。じゃあいくよ、せーの。あ、次か。いくよ、皆さんも行きますよ、せーの。あれ、いくよ。ちょっと、はよ、全然タイミング合わんやん。じゃあお言葉に甘えて、いくよ、せーの、いきやりー。おー、終わった。終わった。わー、いいね。最後の終わり方最高だね。みんな集合したし。やっぱりなるほどくんは頼りになるよね。手紙じゃちょっとかこつけちゃったけど信じてたもん。それにしてもほんと最近ついてないよな。普通ならもう3回ぐらい死んでるもん。すごいよ私。まあそうだね。そうだね、災難が多すぎるよね。あ、これ一人一人なんか言うんだ、ちゃんと。これは音は消した方がいいやつかな。まあいいか、音出しといてもね。なるほどくんが迷い玉を助けてくれて、私も嬉しくて嬉しくて。そういえばこのホテルには夢のような結婚式場があるとか。お二人のためにちょっと私がご予約を。あー、いいね、アミちゃん。かわいい。アミちゃんもかわいいな、本当に。で、続きまして誰かな。ああ、伊藤の子さんね。どうやら自分も刑事に戻ることができそうっす。三鶴賢治が自分のために省庁に掛け合ってくれたっす。あいつを野放しにしておいてはまずいってことになったらしいっす。男はやっぱりガツンとぶつかっていくべきっすね。オッケー、戻れるんだ現場に、伊藤の子刑事は。よかったわ。それはよかったわ。でもそれでもね、給料少ないだろうから、そうめんで我慢してもろて、そこはね。まこちゃん、まこちゃん、鈴木まこ。今日で可能性が流す。これからはレストランのウェイトレスさんとして。え、みんなに笑顔と幸せを、名称を運ぶす。なるほどさん、いつかまたお会いしましょうね。え、やめちゃうんだ。やめてレストランのウェイトレスになるんだ。相変わらず赤い羽共同募金は熱心にしてるみたいだけども。あ、やめちゃって。そっか。でもにゃ、あ、出た、ホッタ。うん、ごめんかいかな。うん、院長のホッタですわ。はあ、はあ、最近ね、うん、俺、あの子、見かけないんだよね、これが。うん、一目惚れっていうのかな。うん、なんかこう、バチッと来たわけよ。ま、無知で叩かれたからかもしれんけど、うん、うん。カルマメイのことを今もう好きなんだ。堀田委員長、かっこ仮。いや、本当に委員長ってことで良かったんだよね、だからね。お、出た、マックス。ついに僕たちの世界征服が始まるよ、ハニー。手始めにね、アメリカへ飛ぶんだ、この夏に。ねえ、マックス、こんな、どんなところからアメリカって、ケーキできてきた、おどろおどするウサギさんとか。少なくとも、トミーのギャグを笑うウサギくんはいないと思うよ。ああ、そっか。立ち見サーカスもね、順調なんだね。アメリカに行く。ほう、いいね。
立ち見サーカスなかなかいい、有名になってきたんだね。あ、出た出た、トミー。あれっちもネタの準備で お忙しさ。ジャパニーズスマイルとは今度こそお上がりだし。俺たちの死ぬまで決まったぜ。大工大熱唱してやる。なんてかいいよな、やるのはお前になったからさ。あ、逃れてる。いいね、相変わらずのみんなを振り返るのいいね。相変わらず変わりないみんな。で、あ、キリオかな。あ、おばちゃん。なんだい、充電中のビリビリで。まったく、いつまでこんなことさせるつもりなんだい。まあ、みっちゃんのことだ。何か深い考えがあるんだろうけど、まさか忘れてるなんてことないよね。昔はこうじゃなかったよ。みんなおばちゃんをね、おばちゃんちゃおやされちゃって、こういうぐらいぐらい。ダメだ、おばちゃん早すぎる。おばちゃん早すぎちゃってダメ。燃やしちゃって、燃やしちゃってどうのこうのって言ってた、最後。おばちゃんも、結局何？警備の仕事までやってんの？ホテルバンドで。ちょっとそういうことかな？みつるぎ大好き、おばちゃん。あ、キリオさん。まあね。なるほどさんとみつるぎさんには本当に感謝しています。あ、そういえばカルマケンジさんからお手紙が届いたんですよ。私が出所したら何でも相談に乗らせてほしいと。皆さんに出会えて本当によかった。カルマいいやつじゃん。いいやつじゃん。いいとこあんじゃん。ねえカルマメイ。そうか、キリオも一応罪に雇われちゃうもんね。あ、殺し。この国も いづらくなってまいりました。しばらくは身を隠すことになりそうですので、ご依頼の方はホームページの方からお願いします。ではお互い長生きしたいものでございますね。ホームページ持つな、殺し屋のくせに。あ、これを聞いたらこのメッセージは抹殺される系のやつだった。今ホームページで依頼できちゃうの？それこそ足つくよ。当日午後9時42分、国際エアライン12番搭乗口？あ？え、マックスたちってこと？え、海外に行く？ほう。なんか一人うなだれてる人いるぞ、あそこで。大丈夫か？どこへ行く、メイ？あ、カルマ、メイ。ほう。どうしてここが？こいつだ。それは君はあの男に発信機を取り付けていたそうだな。おそらく彼のコートに。ああ、はい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 。ふう、さすがね。あの刑事いつも着ていたから。この薄汚いコートを。あ、そのポッケ調べさせてもらっていいかな。それでそれに発信機ついてんのか。どうやら荷物に紛れ込んでたみたい。あとでゴミ箱へ捨てておくわ。ダメ、やめてやめて。それはもう大事なコートだから、ちょっと返してください。ああそうだ、コートといえばあの男がこんなことを言っていたのだが、自分が現場から持ち出した遺留品は全部で4つあったはずさ。ポッケポッケ、4つ目の遺留品。コートのポケットに入れておいたらしいが。このコートの？事件はもう解決した。もうどうでもいいわ。うん。これからどうするつもりだ？うん。どこに行くの？あなたには関係ないわ。逃げるのか？うるさい。あなたなんかに分かるはずがないわね。カルマ・ゴーの娘という立場が一体どんなものか。メイ、周りから期待され答え続けなければならない。勝訴して当たり前、負けなんて考えられない。父は確かに天才だったわ。でも私はそうじゃない。そんなことは知っていた。私は天才でなければならなかったのよ。確かに君は天才ではないのかもしれない。しかし君は賢治だ。これからも、これまでも、これからも。私にはもう無理よ。だってもう無知も捨ててしまったわ。あ、大丈夫、みつるぎに返しといたから受け取って。
返しといたから受け取ってよ、ぜひ。そういえば、なるほどからこいつを預かっている。そう、預けたの。なるほど。貴様、こうなることを予測していたのか。もう一度言う。我々は賢治としての名誉のために戦うのではない。その無知が何を打つべきか、よく考えてみるんだな。あなたはいつもそうだった。いつも私を置いて先へ歩いて行ってしまう。ミツルギレイジ、あなたが憎かったわ。でもついにあなたに復讐するチャンスが巡ってきた。あの男に勝てば、なるほど隆一を打ち負かせば、私を置いていったあなたを超えることができる。それが私の復讐だったの。そうだったのか。私には無理よ。今までの自分を捨ててしまうなんて。できるさ、あの神谷キリオのようにな。神谷キリオ、君は彼女と取引して利用したつもりだろう。しかし君だって父親にカルマ号に依存していただけではないか。君は今日私に追いついたのだ。我々は今ここに並んで立っている。しかし私は立ち止まるつもりはない。君が歩くのをやめるというのならば、ここでお別れだな、カルマメイ。どうすんだ。あー、メイちゃん、メイちゃん、そうだよな、実はそうだよな、ずっと気張ってさ、カルマ号の娘だからってさ、気張ってさ、頑張ってたんだけどさ、そんなこと、そんなの、そんなさ、突っ張ってないでさ、そういうのを早めに見せとけばよかったんだよ。私はカルマメイよ。いつまでも、私の前を歩いていられると思わないで。勝負はこれから、覚悟しておきなさい。いいね、人間を見た気がする。ちゃんとカルマメイという人間が最後ちらっと見えて安心しましたよ。でも行っちゃうんだね、とりあえず行っちゃうんだ。ああ行っちゃうんだ。なるほど龍一、いつかきっとまた法廷で会いましょう。その日まではあなたに届けることができなかった最後の証拠品、この4つ目の遺留品は私が預かっておくわ。あなたに会うその日まで。なんで見せてくんないの、奪われた遺留品。あ、これか。わあ、これ書いたのは、そっか、まゆいちゃんはこれを書いてたのか。なるほど、くんに思いを馳せていたのか。おお、終わった。おお、トロフィー、さらば逆転。終わりましたね。これで終わりなのかな。テレレレテレテレテテ、最後のテテレテテレテレテテって言えよ。言わなかったわ。はい、ということで無事にクリアしてしまいました。終わっちまったよ。終わっちまったよ。ああ、そうか。まあこれ、逆転裁判2クリア、無事クリアということなのですが、まだ、これ1、2、3セレクションを持っているのでプレイはしているので、まあ、3も、今後やりたいなとは思っています。すぐにやるかどうかまだちょっと考えてませんけども、また、3もやっていきたいと思いますので、もしよかったら見てください。あと、もしよかったら、他の、動画なんかも見たりしてもらえると嬉しいです。あと、チャンネル登録もしてもいいんだよ、みんな。恥ずかしがってないでね。
そうだよ、お父さんお母さんにもちゃんとね、あの言って、おじいちゃんおばあちゃんにもちゃんとね、あの伝えておいて くださいね。ということで、そんな冗談はさておきですね、本当に最後まで長い、間、ご視聴いただいた皆様本当に感謝しております。ありがとうございます。いろいろコメントをくださった皆さんも本当にありがとうございます。全部に返せたりして、あのできてないのは本当に申し訳ないなと思いますが、全部読んでいますのでよろしくお願いします。では、また別のゲームでお会いしましょう。それではね、バイバーイ。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラーを握る。でもいつもお母さんは逃げていてばかりで俺を